ベネズエラ国立カラカス大学、蜘蛛の羊会、ジャン・アルプ、ドイツ名、ハンス・アルプは、現在のフランス・アルザス地方の主婦、ストラスブール出身の彫刻家、画家、詩人。アルプの父ユルゲンは、ドイツ人の葉巻製造業で、母ジョゼフィーヌは、アルザス人である。アルザス地方の地域性からドイツとフランスの両方の、文化、教育の影響を受けて育つ。 幼い頃から絵を描くことを好み、造形芸術都市に強い興味を持っていて、自然と芸術界の道を歩んだ。両親からも熱心に支援を受けたアルプは1901年、首都ラスブルクの美術工芸学校へと入学する。だが、その伝統的な美術教育に拒否反応を示し、もっぱら新しい芸術表現の可能性を模索しながら、パリの美術館を巡り、そして試作を続けていた。 あとに、ドイツのバイマルの美術学校へ通い、1908年頃には、パリのアカデミー・ジュリアンなどで学んで、マティスやシニャックらと展覧会を開くなどをした。しかし、そのすべてに満足できず、ほどなくスイスのルツェルニエと移り住んでいた実家に戻る。1911年、スイスの同世代の作家たちと共に、デア・モデルネブントと名付けたグループを立ち上げて、展覧会を開いた。 これ以降アルプは、数年の間、まるで自分の方向性を模索するように、パリやケルン、ミュンヘイを回り、同時代の多くの芸術家たちを交流を持っていく。その中には、青騎士のカンディンスキー、クレー、ピカソ、エルンスト、モディリアーニなどがいた。1915年、後にアルプの妻となる、スイス人芸術家のゾフィートイバーとも出会い、ゾフィートの共同制作を行うようになる。 木や紙、布を使った幾何学的コラージュ作品を多く制作した。ゾフィーとの出会いは、アルプ自身の方向性を定める重要なものとなった。第一次世界大戦を避けて、チューリヒに落ち着いたアルプは、トリスタン・ツァララと共に、ダダイスム運動を始める。戦争や既存の社会的な美的規範に反抗し、また、ありとあらゆる手段による表現方法は、 伝統的で窮屈でしかなかった芸術界に衝撃を与え、中心人物のアルプはさらに多くの芸術家たちと交流を持った。1922年10月にゾフィーと結婚し、スイス国籍を取得しようとした。しかし、ダダシュルレアリスム的な活動が問題視されて、当局から拒否され、フランスへ戻り、フランス国籍を取得した。1927年に、 アルプにとって最初の古典がパリのシュルレアリストガローで開催された頃からアルプの作品で最も著名な有機的な不転型を持つ具象彫刻の制作が始まった。アルプは妻のゾフィーと共に多くの芸術家グループに参加しつつ多くの展覧会に出品し詩集も出版する。その頃に第二次世界大戦が勃発。 パリを脱出したアルプとゾフィーはアメリカへの移住を計画するが結局再びスイスへと逃れることとなる。1943年1月12日夜就寝中だった妻のゾフィーが故障したストーブから出た一酸化炭素中毒で事故死した。この悲劇的な事故はアルプのその後の生涯に決定的な影響を与えた。妻の 突然の死によって深刻なうつに陥ったアルプは修道院に引きこもり4年間、試作だけで妻を弔って過ごした。その後、長年の友人で収集家で晩年には、アルプの再婚相手ともなるマルゲリーテ・ハーゲンバッハの支援により制作を再開する。また、死を主題にしたモチーフを繰り返し応用した彫刻を精力的に発表するようになり、エッセイなどの著作にも多く記した。 1954年、ベネツィア・ビエンナーレ彫刻部門賞を受賞。1963年には、フランス芸術大賞を受賞した後、アルプの名声は揺るぎないものとなり、数多くの彫刻を世界中に残した。1959年、マルゲリーテと結婚。自らの著作をまとめた集大成である、積み取られた日々を準備した後、アルプは1966年に、 スイスのバーゼルにて死去した。摘み取られた日々はアルプの死後に刊行された。アルプの生まれた当時、アルザス地方は不屈戦争の結果、ドイツ領となっており、アルプはドイツ語とフランス語の双方を母国語とし、家庭ではアルザス語も話して育った。1926年にアルプは当時のヨーロッパの政治的な問題、主にドイツのナチス政権に反発して、 フランス人となり、さらに1940年以降は自らジャン・アルプと名乗るようになった。そのために現在でもドイツ語圏ではハンス、フランス語圏ではジャンと呼称される。アルプは様々な身近な自然ものから独自の形を抽出してオブジェ言語と称して造形作品に応用した。髭やへそ、唇などの人体の部分は瓶、帽子、 時計のような人口の日用品とでさえ等価値という例に代表されるように、アルプの皮肉とユーモアに満ちたそれらの配置や構成は、偶然性も交えて、アルプの探求の中心となっていた。バーンホフローランズエックとアルプ美術館、バーンホフローランズエックアルプ美術館は、ドイツボン蕎麦のライン川渓谷沿いに2007年9月23日にオープンした美術館である。 1856年に作られた古い私鉄の駅舎を改装した芸術センターバーンホフローランズエックとアメリカ人建築家リチャード・マイヤー設計による2つの施設からなる。アルプと妻ゾフィート・イバーの400点に及ぶ作品を収蔵しているほか地域芸術の拠点としての機能を持つ。バーンホフローランズエックの部分は2004年10月に改装を終え、 先行して開館した。ありがとうございます。